おじいさんの台所は、1984年4月に文芸春秋から発売された佐橋慶助による日本の随筆作品であり、同年の第32回日本エッセイストクラブ賞を受賞した作品の一つでもある。続編として、1985年1月に発売されたおじいさんの台所2年目と、1987年6月に、 発売されたおじいさんの台所の詩についても本校で記載、説明する。おじいさんの台所は1985年に中部日本放送で1997年にテレビ東京で2007年には富士テレビでそれぞれテレビドラマ化され、おじいさんの台所2年目は1985年に中部日本放送でテレビドラマ化されている。 妻に先立たれた著者の父親は、一人暮らしをすることを決めたものの、家事全般を自分自身でやったことない。そのため、娘のコーチや近所の住民をはじめ、周りの人たちの助けによって、自分一人で何とか生活できるようになるまでを描いたもの。おじいさんの台所、おじいさんの台所、二年目のどちらとも、中部日本放送が制作する昼の連続ドラマとして、 tbs 系列で、月退勤の13時45分から14時に放送した。放送期間出演スタッフ1997年9月29日の21時22時54分に、森重久やドラマスペシャル、おじいさんの台所として、テレビ、東京系列で放送した。2009年11月11日の21時22時54分に、 前日に急成した森重の緊急追悼企画として水曜シアター級で再度放送した。出演スタッフ、ありがとうございます。